はい、どうもこんにちは、こんばんは、パクチーです。ついに9月ね、9月のガチャリドラカードね、引いていきたいと思います。こちら12枚ありますんで、で私ね、構える持ってないんですよ。構えるで今回はね、構えるね狙って引いていきたいと思います。その前にね、ちょっと清めておこうかな。ちょっと清めておきましょう。さあ、いやー、構えるはね、ほんと出ないんですよ。マジでなくて、非属性のガチャあれでもね、ほんと引けないんで、なんだっけ、確定演出出てワルプルギスとか、マジそういうレベルなんでね。あー、よし、行こう。それではカードをめくっていきたいと思います。まずね、この火ちょっと引いていきます。この炎のやつ、これまずね、1枚めくってみましょう。ここで構えて出たらもうテンション上がりまくりですね。噛んじゃった。さあどうだ。うわー、岩投資だっけ。岩投資か。まあどうしよっかな。ラッキー真ん中行ってみる。ラッキー真ん中、次行け、頼む。あ、なんだっけこいつ、なんだっけ、なんかね、あー、そう、グングニルだ。アルファがいるやつだよね。じゃあこのまま角落としてみるか。この角、じゃあ一気に4枚落としてみましょう。角を一気に来い。いる、なんかいる。ニューついてねえ。誰この左上、これ知らねえやつ。ミネルバ持ってんだって。あと6枚か。うわー、じゃあどうすかな。ここ行ってみっか。ここ行きます。あー、なんだっけ、グリム兄弟だっけ。グリム兄弟か。ここ攻めてみっか。ここ待って、よく考えたらこう出てるから、これ桂馬の動きだよね。この岩通し、グングニル、そしてこれ桂馬の動きなんで、ここで、ここかここだね。ここ、こことここ。2枚同時に開けてみましょう。いきます。多分どっちか火属性入ってるでしょ。どうだ？うわ、どっちも火属性いねえ。しかも持ってるやつ、これ。デイゴはニューになってないね。取得済みになってないね。うわ、あと3枚か。迷うな。よっ、ここ落としてみっか。いやー、イブ、桜木イブか。じゃあ反対側行ってみます。いやー、あっけねー、マジあんだけ頑張って貯めたのに。いやー、これね、ちょっとこの前使ったな。こいつなんかで使ったな。血統師なんだっけ、なんか変なやつの EX、 あ、グランディオーソだっけ、なんかそんな感じのやつ。そう、名前違うかもしれないけど。最後か、最後か。じゃあここ行きます。最後どうだ、構えでは。いや、いねえ、いねえ、残念、終わりました。誰、しかもこの中にニューは、あ、ニュー2体いるね。こいつ何、キュルケゴール、キュルケゴール、あー、これどうなんだ。キュルケゴールともう1体、こいつ誰、足利さんか。これはどうなの、これ。これどうなの、なんか、キュルケゴールの方が当たりな気がするんだけど。あ、これもいいんじゃん。デイゴ。キュルケゴールが当たりな気がする、なんとなく。こん中だった。じゃあ、これにしよう。今月はこれ。来月、また頑張ろう。はい。はい、受け取ります。あー、構える。欲しかったな、構える。構える、すごく惜しかったです。いやー、もう来月、また頑張ってね、ガチャリドラカード、ポイント貯めてね、引きたいと思います。それでは、パクチーでした。バイバイ、どうもありがとうね。あーい。